すべては火星から始まった。そしてすべてが終わろうとしているのかな。最後の最後までごちゃごちゃしそうなのが私たちらしいというか、なんというか。怒られて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。つぶ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。泣きたい時あるならそばにずっとずっといるから。 You get funny 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get funny そのかけらを集めて明日を目指す。まで続くんだこれ。調査によると深さは約10キロ。その間800メートル沖にディストーションフィールドがあるそうだ。しかしドクター、誰のお出迎えするつもりなんだい。さあ、アイちゃん。え、そうか、そうか、せんべい。なるほど、あの先生の雰囲気ただごとじゃなかったからな。でもよ、それだけでアイちゃんって断言できんのか。そうか、せんべい。何よ何よ何よ、何みんなで盛り上がっちゃって。愛ちゃんって何なの。説明しましょう。説明おばさんが通信を開いてくれないので代理します。愛ちゃんというのはアキトさんが火星から地球にボソンジャンプする前に知り合った女の子です。アキトさんはこの子のことがトラウマの一つになっていました。でも愛ちゃんは死んでなかった。お兄ちゃん来ないね。もうすぐ来るから待って。うん。おそらく遺跡内部のディストーションフィールドがいくつも通せんぼしてるから苦労してるのね。どうしたの。おばちゃん、いい匂い。おばちゃんはひどいわね。ママみたい。え、ママと同じ匂い。ママったらひどいだよ。ドカンとなっちゃったらみんなと寝ちゃうんだもん。そしたらお兄ちゃんピカピカ光ってどっか行っちゃうような気がして。それで待って、上空より飛行物体落ちてきます。な、何？ただいま確認中。チューリップのようです。え、左舷被弾、フィールド出力 20% 低下、グラビティブラストです。敵戦力分析終了。新型装填移動式戦艦2隻、うち1隻は例のナデシコです。ナデシコ？聞きましたか艦長、これで前回の狩りオーバー。分かっておる。さて、あの階段時今度はどう出る。神奈月先行します。神奈月へ打電は。直ちに人型並びに虫型戦闘機発進準備。おばちゃん大丈夫よ。ナデシコ、ボソンジャンプが近くで連続して起こって遺跡が活発化してるのね。アイちゃん、イネスさん、イネスさん、
機動兵器接近。今は目の前の敵に集中しましょう。涼子ちゃん、分かってるよ、任せとけ。グラビティブラスト発射準備。了解。敵激眼タイプ、ボソンジャンプしつつ接近。ごめんちゃん、アキト君、急いで。これでラストだ、フルパワーで行くぞ。了解。アイちゃん待ってろ。アイちゃん、今は会えなくても絶対に会える。あなたは強い子でしょ、だから信じて。だから忘れないで、あの人の顔、あの人の声、たとえどんなことがあっても忘れないで、忘れないでね。アルファベットの愛よ。あの子はコロニーでアキト君のボソンジャンプに巻き込まれたの。一旦古代の火星に飛ばされて、そこでこの遺跡を作った生物に送り返されてきたの。でも今の騒ぎでもう一度ボソンジャンプして、今度は20年前の砂漠。以前にみんなの記憶が一つになった時見たんでしょ、私の記憶、私の過去。イネスさん、はい。他のパイロットのみんなも、艦長やルリちゃんも見たようね。はい、イネスさん、あの時から記憶が戻ってたんですね。ええ、火星の砂漠に放り出された彼女はショックで記憶を失っていた。ちょうど付近を探索中だったネルガルのスタッフに拾われた彼女はやがて。もういいよ、分かってたよ、頭では分かってたけど言えなかった。ごめん、アイちゃん、助けられなくて。ようやく会えたね、お兄ちゃん。わかったわかったわかったわよ。要するにタイムパラドックスで SF なわけよね。そうよね。どうでもいいから援護しなさい。こっちばっか集中攻撃で大変なのよ。確かに、カキツバタタコ殴り状態です。二頭を追う者はアブアチトラズ。ここは一つ強敵ナデシコよりも組みしやすし、もう一隻を攻めるが上等。サブロータ分かってますよ、激眼パーンチ。逃げろエリナ君。でもいいから逃げろ。エリナを夢半ばで火星に来。消えてません。ラーム、ほら泣くんじゃない。もうなんでこうなっちゃうわけ。俺のせいだ。アキトさん、自分を責めないで。2年前会った時、アイちゃんは小さな女の子だったんだ。それなのに俺のせいで過去に飛ばされて苦労して、こんなひねくれ者のおばさんになっちゃったんだ。でも今さら元に戻るわけないし。そうそう、さあ、アキトさんもおむすび食べて食べて。お腹空いてるから弱気になるの。よーし、ねじ込め。食べろ食べろ。みんな頑張ってるのに、私メソメソしてらんない。お兄ちゃん見ててね。私、お兄ちゃんの意志を継ぐ。敵艦の様子はどうか。都市内部に加工した後は依然沈黙したままです。動きません。敵艦に打電。はっ。都市遺跡を放棄し即刻投降せよ。猶予は30分。投降せし場合は友人部隊少佐月読み源一郎の名において貴君らの安全は保証する。以上です。いやー、まさに絶体絶命。
どうします艦長。降伏はしません。花から遺跡を渡すつもりはないし、ドーンとやっちゃいましょう。大丈夫か福兵。これじゃいくら倒しても気にがないぜ。どうやらこの月面が貴様たちの最後の場所となりそうだな。死ね劇団が。アキラ、ジョー、ウスマメジョー、生きていたのか。ジョー行くぜ、相棒。今のヒョウ君の熱血は3人を合わせた。便利よね、死んだり生きたり。激ガンの部位、これを使え。激ガン、ソー超熱血ギリ。あなたの信じてたものってこんな薄っぺらなものだったの。じなんだ、ユキナちゃんか。いつまでメソメソしてるの。大人の態度じゃないと思う。いいわよ、子供でさ。よくないよ。私港さんのお婿さんになる。なでしこの4つのエンジンを暴走させて遺跡をドカーン。これでバッチリ。ちょっと待ちなさいよ。あんたみんな道連れにするつもり。まさか。もちろん残るのは艦長の私だけ。ちょっと待てユリナ、お前死ぬ気か。大丈夫、死なないよ。バカ自分で何言ってるか分かってるか。バカ死ぬぞ。死なないよ。死なないの。死ぬったら死ぬんだバカ。なんだよ。ああ任せた。何お前言ってんだよ。遺跡さえなくなれば戦争だってなくなるのに。でも自爆して本当に壊せるの。やはりここは一つネルガルを頼りたまえ。悪いようにはしないから。そうよ艦長。カキツバタ落とされたくせに何言ってるんだか。いえ、子供の言うことですからお構いなく。とにかく自爆はダメだ。なんでよ。どうしても。私たち宇宙を救えるんだよ。火星の人たちを見殺しにした私たちがだよ。でもあなたが死ぬわよ。いや、そうとも限んねえぜ。イネスさんの説明によれば、この遺跡は一種のタイムマシーンだ。つまり遺跡を壊した瞬間、現在、過去、未来、全てのボソンジャンプは全てチャラ、なかったことになっちまう。ふーん、どこまでチャラになるのかね。え？私じゃないとすると。はぁ、あなたは。私らしく私の未来見つけたくて。やめとけ自爆なぞ。 V テトカ君、生きておられたとは。そんなに残念かい。生きてて遺跡でお会いしたの。あの後バッタに助けられて捕虜になっていたんですって。はあ。 V なぜです、テトカ。なんでダメなんですか、提督。だって自爆だよ。バカバカしいよ。そんな、私は提督みたいにみんなを守るために船を。マリちゃん。私は反対です。でも遺跡を壊せば歴史は変わる。戦争は起きない。全てチャラ。でも大切なものも壊してしまうじゃないですか。遺跡ユニットの収容完了まであと2分。積み込むったって切り離しても使えるの。遺跡には空間と時間の区別がないそうですので。
ちょっとわかんないよね。離れていても心は一つってな感じかな。あ、湊さん。ごめんなさいね、心配かけた。あの、いいんですか。ゆきのちゃんがね、え、私のお婿さんになるって言ったのよ。まあ頑張んなきゃね。あのトンチンカンの面倒も見ないと。そうですね。ルリちゃん、そろそろこっちへ来て。はい。私の大切なもの、このナデシコでの1年間余りの生活、その思い出が私の全てです。与えられた記憶でなく、自分で勝ち取った記憶、それが全てです。チャラになんかできません。艦長、あなたにとっての大事なものって一体何ですか？30分の猶予だと甘いぞ月読み。しかし敵は戦力微力ながら都市内に陣取り、だからこそ急ぐのだ。どうもこの格好は乗り慣れなくていいかな。艦長、お似合いですよ。うるさい。敵激艦タイプ5機接近中。はあ、こっちはなんとかすっからよ。そっちもよろしくな。ええ、さてと始めましょう。本当に俺たちが飛ばせるんすか、なでしこ。理論上はね。この遺跡はすべてチューリップクリスタルと同じ組成でできていますから。ルリちゃん、準備はいい？はい。エリナさん、始めて。世界平和より思い出か。結局みんな個人的事情ってやつよね。素敵な自分勝手ってとこかしら。ジャンプフィールド発生しません。あんたたちキスしなさい。最初からフィールドが開いているチューリップとは違って、こんなに大きな船をジャンプさせるには当然それなりのフィールドが必要ね。そのためにはもっと私たちも電気的接触というか、粘膜同士の接触というか。で、キスすか。そう、早くしないとナデシコがピンチです。いや、ユリカ、嫌ったら嫌、絶対に嫌。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そうだよ、しょうがねえじゃん。しょうがない？アキトなんかイネスさんとキスすりゃいいのよ。激ガンビー、相変わらずトロいぜ、タコ。結局ボソンジャンプの可能な人間は火星で生まれた人間だけだったんだっけ。エンパーとドクター、それに艦長、遺跡の干渉を受けたナノマシンが火星人の遺伝子情報を書き換えたんだろうね。ジャンプに適した体にするように。そうでしょうね。やれやれ。その火星人のうち一人が逃走、一人がそれを追跡中。なんだそりゃ。ほんと面白いな、この船。お兄ちゃん、私湊さんと地球へ行くよ。だから、だから守って。お兄ちゃん、おい降りろ、おい降りろ、降りろってんだ。せいやさん、おお、いいところに来た。なんだか知らねえけど、お前のエステに艦長が。はーい、ユリカ、早く降りてこい、お前には無理だ。 IFS が、なんで艦長が IFS つけてんだよ。あいつ飛ぶのよ、アキト君。イメージしてエステバリスのコックピット。ユリカ、なんだあれは。通信から痴話喧嘩らしきものが聞こえたが。はあ、どけよ。いや、ほら、やだ。お前何考えてんだ、何意地張ってんだよ。だってアキトにはイネスさんが、アイちゃんが。何言ってんだよお前。アキトは責任感じてるんでしょ、イネスさんに。だから私時間戻そうとしたんだもん。ちなみに木星の艦隊にも天河機の通信送っちゃってます。まさに宇宙分け目の大喧嘩ってとこね。はい。ひどいよ、打つことないじゃない。ユリカ、俺劇ガンガー3の最終回見たよ。そりゃあもうひどい話だった。ひどい話だった、ひどい話だったけど、ゾクゾクした。劇ガンガー3と劇ガンガー V が一緒になって戦うところ。それって
やっぱり好きだってこと。俺の劇ヤンガを好きだった俺の気持ち、熱血を信じた俺の気持ちを信じたい。だからだからアキトは私が好き。人がせっかく壮大な話をしようとしてたのに。そうだよ、悪いがよ。うん、お前はどうなんだよ。私はアキトが大好き。初めて聞いた。嘘。本当だよ。嘘。本当。嘘。本当。嘘。本当。アキト大好き。それはそうと、あのボソンジャンプってキスしなくちゃできなかったのかな。イネスさんには大きくなったらわかるとごまかされてしまいました。結局大きな謎は残ったまま。イネスさんの受け取ったプレートとか古代火星人とその文明とか、ま、とりあえず遺跡の演算ユニットにはナデシコに乗って遠くに行ってもらっちゃいました。木星と地球の戦争は続くのでしょうが、おかげでしばらくは睨み合い。ま、そこのところはまたの機会ということで。ずっと